アスティどうもこんにちは。こんにちは。今日は海老名に来ております。このバッグは伊藤家のバッグになります。はい、伊藤くんがカメラの向こうにいます。います、音楽でちょっと今日集まったんですが、この近くに美味しいカレー屋さんがありまして、ちょっとそこを、食リポしたいと思います。まあ、まだ撮影許可取ってないんで、このオープニングもお蔵になる可能性ありますけども、許可が取れたら後ほど。そうだよね。うん、そう。ダメだよって言われるのだよね。言われたら隠し撮りするかもしれないね。そうだね。どこの国かもちょっとよく分かんないカレー屋なんですが、とても美味しいので。スリランカかな。スリランカ。お酒がねなかったりとか。そうですね。ちょっといろいろあるんですが、とても美味しいので後ほどまたリポートしたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。5時半から撮影も OK ってことなんで、じゃあプレーンないいですか。僕はやっぱり小豆なぁってしまうんですけどね。小豆なぁ、これ不思議すぎるね。まあクルチャなぁもう何なんだって感じですけど、なぁの字が一緒だからやっぱこのなぁだね。そうなんだね。でこれ小豆入ってるのかね。今日は一応、ノーヒント、ノーヒントでいこう。ノーヒントで。じゃあ、はい、いいよいいよ、行っちゃおうよ。え、小豆なん？うん、プレーンなんと小豆なん。ああ、じゃあプレーンなんと小豆なんこの金額だから。そうですね、うん。お土産で持って帰ればいいし。はい。あとカレーをどうするか。そうですね。食ってないやつはいいですね。これは、ベジタリアンのカレーですね、こっちは。ああ、なるほどね。はい。そういうのがいろいろあるんでしょうね。こっちがカレーです。あ、でも今日比較的日本のお客さんが来てますね。来てますね、うん、いつもいないんです。どうしますか。いや、全部美味しそう。カレーを一つとおかず一つにするにしましょうか、うん、いやけどカレー追加多分するだろうな。何二つあんだもん。そうだね。そうだね。じゃあ先に頼んじゃってもいいですよ。二つ飲んじゃおうか。じゃあ後ほど何頼んだか紹介します。はい。はい、おもてなし。スリランカでのおもてなしかもしれないですね。ありがとうございます。振ってあるもんね。うん、ローマ字か。おもてなしと。これが小豆なん。はい、ありがとうございます。これが何でしたっけ。全然覚えてない。タンドリーロティ、エビのマーサラ、はい、ダルカリ、これちょっと謎。謎。ちょっと2からにしたから、どのもんか。小豆が謎。小豆は小豆っぽいね、でも。いただきます。いただきます。足などあんこで、これまだ食ってないけど、うん、これ頼んだのゆうくん。より辛みを感じるってことだよね。これ頼んでないから。食えよ。これタンドリーなんだ。うわ、マジか。やばい、甘い、辛いより辛い。あんこだもん。しかも2辛にしたのもいいから。まあまあカメラが入るんでちょっといろいろ試しちゃった。じゃあいただきます。改めて
ゃあまた。